9月8日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。まあ、今日は木曜日ですけれども、飯田浩司アナウンサー夏休みで、えー、何度も言ってるじゃないですか。サボってんじゃないの?。サボってません。あ,あ、そうですか。はい、サボってませんと、アナウンス室長が明言してますから。か、はい、ちゃんとしたお休み。きっとそうなんでしょう。はい。 えー、私ね、今日は頭のどなり昨日から実はちょっとですね、ええ、迷いが生じてましてですね、はい、あれ、違う、7月、8月、9月,9月ですよね。はい 今日九月って言ってますよね。ね確か私昨日も九月って言ってるんですよ。昨日もね九月っぽかったです、ね。あやっぱり気がついてますか。うん、気がついてたら指摘してくださいよそれ。いやそうです。あれは私もね自分で言いながらおかしいなと思ってなんでそうなっちゃったかというとですね四、ええ、月というやつがあるんですよ。四月一月二月三月四月 そうなんですよ4月は4月なんですよね<う>私ね子供の頃からずっと4月って言っててですね<ー>4月9月 ところがこの業界に入って四月じゃねえよ四月だって言われてですね。そ二月じゃなくて二月だってね。一月二月ですか。そうです。二月じゃないんですね。違います。一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月。傾向として四月とか二月っていうのは割と西の方でこういう。 四月、ああ、そうかもしれない、うちだから、らかあの。家庭内は関西語文化圏でしたから。だから。だから、四月、ね、関東の人は四月とは言わないですか。まあ、言わなくもないですけれども、四月。四月ですか。うん、で、関東の人が。必ず間違って。関西人がすごい気になるのがですね。はい <laughs> はい あの東海道線で東海道新幹線で、はい、新大阪まで行ったとしましょう、はい、そこからさらに西に向かってください、はい、西に向かいました、うん、最初の駅は <laughs> 新神戸って駅があるんですよ新神戸それからまああの望みとか光とか桜とかね 梅とか、ええ、猪鹿蝶とか、ほら、いろいろあるじゃないですか。ないですか。ないですね。そんな駅はない。ない。そんな駅はない。そうですか。ええとですね、それでは赤石というのはご存知ですね。赤石、赤石海峡大橋のある赤石ですが。あれは赤石、赤石市だけど、赤明石、明石という時には赤石ですね。はい。そこからさらに、西の方に、行って、白鷺城という立派なお城があるところは。どこ。 え、ど、どこ。<laughs> いや、これ以上のヒントは出しようがないじゃないですか。白鷺<何>城という、日本の名城、いい、いいお城の中でも。ダントツ素晴らしいお城だと思いますよ、ここ,このなんとか城は。うん、ほう。ほう。<laughs> ほういや、私が名前をあえて言いたくないから、アクセントの問題を書。書いてくださいよ、書いてください。あえー、<laughs> 大丈夫ですか、アナウンス室長。<laughs> あ<ー>あ、じゃあねえわ。<laughs> じゃねえわ。姫,姫路。ああ、それね、うん、関西人全員、いいってなるんです。姫<路>それ。姫路なんですよ、これが。 私もずっと関東にいた時は姫路だと思ってたんですの、うん、で姫路関西って姫路っていうとですね<ー>これはみんながいいってなりますよいいす、ね、関西人はみんながね姫路ってその姫路って聞いた,し聞いた瞬間に、はい、あこの人あの違う <laughs> 違うっていう人<ー>何調べてるんですか今ねアクセント辞典 でもね、あの、はい、平版になってます。アクセント辞典によりますと、姫路いやそれは姫路ですよ。姫路はもうあの押しも押されもせぬ姫路です。あ<ー>はあですか。アナウンス室長大丈夫ですか。姫路って言っちゃう時まで言っちゃいますか。うん、でもまあ姫路とも言うか。うん、とも言う<ー>いや姫路とはね関西では絶対に言わないですね。はい、はいはい、姫路は姫路です。はいであのキノコは姫路です。す <laughs> しめじしめじしめじ。そんなこと言おうと思ったんじゃないんだけど。今日なんかすごく重要なオープニングネタを考えてきてたのに。頭の隣でつまずいて。その話ってこんな時間まで来てしまいました。<laughs> ちなみにしめじはね両方ありまして、ね。しめじとしめじですか。しめじでもいいですし、しめじでもいいで。え、いいんですか。しめじ。えのきは。 えのきはえのきなんですか。えのきはえのきしかないですよね。あと、キノコは何があります。しいたけはしいたけ。松茸は松茸です。あれ、関西では松茸って言いますけどね。あ、そうなんですか。松茸。松茸。松茸ですね。大阪では松茸ですね。松茸とは言わないですね。松茸。松茸、松茸。松茸ですね、あれは。はい。え。 それでいうとやっぱ私この商売やっててですね、はい、あのアナウンサーの人はまあね皆さんしっかりしてますけれどもまああのニュースデスクの方もしっかりしてるんですがでも時々ここで聞いててねううっと思う時があるんですよ私そんなことねアナウンサーという仕事に就くまで考えたこともなかったしそんな言葉も知らなかったんですが美濁音っていうのがありますよね。 ナギング言語というやつですね。で、ビダコンじゃない時っていうのがありますね。はい、数字の五であるとか、はい、数字の五というのは、五、はい、っていうビダコンにならずに、五というふうにあのは発音しますよ、ね。学校とかね。学校だからあの言葉の単語の 頭の文字の場合には美学にならないですね。はい、学校にならずに学校です。うんうん、えー、それはまあ我々の業界というか、アナウンサー業界では一般的なんですけども、えー、そうじゃない人ってそんなに気にならない。ま、気にしないじゃないですか。そすそこまで、ね、考えてないでで私だけどね。はい、そんなこと、そのこの仕事に就くまで気にしたことがなかったんですが、えー、もうこの仕事について、もう30年も40年も仕事やってると <laughs>、はい、妙に気になってですね。はい あのニュースでアナウンサーの方はまず間違えないんで間違えそれ間違えても私言いたくないんですねそんなことどうでもいいだろうと思うんだけどでもあのここでこことここじゃなくてもそうなんですけどいろんなところで喋ってらっしゃる方で数字の「5」というやつは、はい「 絶対美濁にならならいんですよとだから学校は頭文の頭単語の頭だから学校にならずに美濁にならずに普通の濁音で学校になりますけど数字の「5」というやつは文中に出てきても「5」は「5」で「5」にならない十五だからほ、まあ、他の単語なら「15」ってなるところが、うんえー、数字は美濁にならないんで、はいえー、どこで出てきても「15」なんですが。うんうん でもここ美濁になる人結構いるんです関西人は逆なんですよ<ー>関西人は美濁音ができないから<あ>みんながガキグゲゴになっちゃうんですよ、はいはい、これは私あのアナウンス部に行って採用なんかやってる時に、うん、やっぱり美濁というのとそれから母音の無声化っていう 母音の無性化これ関東人はまずねみんな無意識でやってるんですが関西人はこの母音の無性化ができないんです。母音の無性化ってどういうのかというと具体的にはどうぞアナウンス室長なんか例がありますか。ボインの無性化というのがささつとかささつささつささつの二文字目のさの後のああ a ローマ字で書いたときに sasa なんだけどささつの二文字目の sasa の a が本来は 脱落するんですよ。うん、正しい日本語でしては。音を出さない。音を出さないんです、ね。これが母音の無声化って言うんですが、ささつって言うと。あのー。あささつは全部出すみたい。おい。あ、なんぞ室長。まあ、まあ、こういう、あの、な、作業っていうのは、すごい複雑で、こういう並びの時もあるんですよ。家業かなんかで、もうちょっとわかりやすい母音の無声化の例があるはずで。なんか、いきなりそう言われると、出てこないもんですね。そうそう <laughs> そうこんな話をするなら事前にさ単語用意しとけって価格とかね,価格,ね価,格価格の2つ文字目価格もね価格も2つ文字目無制限しないんだもうちょっと長い、えっと、あの文字の方がいい。規<格>だこれもダメですね もっと長いえなん<格>ですか？規格はね木が無声化です。だから木の音に出しちゃいけない規格の頭の木ですか？す頭の木が無声化するわけですか？はい、だからローマ字で書くと企画は K I K A K U なんだけども、うん、あの発音としては K K A になる。企画 企画って言わないっていうことですね。企画企画だからこれわざとやろうと思ってもできないんですよ。<laughs> 関西の方企画。ーーあ、そうそうまさにそうです。はいまさにそうです。今厚生社からの鍋谷んが、えー、無性化の例一覧というのを出してくれました。な、うん何ですか。あー 靴とかもね靴っって言ちゃいますね関西の方関西はでもね靴に関してはですね確かに靴で頭のクが無声頭が「KU」じゃなくて単なる「K」で「U」が脱落しますよね正しい日本語的にはだけど関西ではねあれは靴なんです。アクセント自体靴だからアクセント自体が変わりますからあれはだから無声化しない関西弁だと無声化しないのが当たり前で。 それをね NHK の標準語辞典みたいなやつを用意して、うんはい、NHK の人たちいや関東アナウンサー勢はですね <laughs> 間違いだって言うわけですよで、まあ、大きなお世話だとそうねまあ一つの指針としてねありますからねこういうのがねいやそんな話をしようと思ったの大な, <laughs> な,なんですか<日>雑談ですかこれ違うんですよ今日はね <laughs>、はい、冒頭今日午前中にですね私あの今住んでる東京の家がですねもう2年か3年ぐらいになるわけですよ、えー、でそろそろ なんかあのー、住み返したいなとかこうね、えー、窓から見える景色もちょっと日々変化しつつありますから、えー、ちょっともうちょっと見晴らしのいいところ今度はできることなら東京タワーが目の前にどーんと見えるようなところがいいなとかね,ね今日午前中に不動産屋を巡ってですね、はい。そうなんですか はい、はい、でその不動産屋で得たざまな、えー、昨今の不動産事情であるとか、はいえー、金利の動向を不動産屋さんがどう読み解いているかとか、はい、そんな話を冒頭するつもりが、えー、母音の無性化の話になってしまいまして、はいえー、その話はまた後日ゆっくりということでゆっくり聞かせてください、はい、楽しみにしています <laughs> では株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価大幅に反発しました 昨日と比べて634円98銭高い、2 8,065円28銭で取引を終えました。およそ1週間半ぶりに2 8,000円台を回復しました。インフレ懸念が和らぐとの見方から、前日のアメリカ株式相場が上昇した流れを引き継いで、幅広い銘柄に買いが入りました。で、為替相場、現在1ドル。 143円70銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると40銭ほど今日は円高になっています昨日から今朝にかけてね、はい、今日にかけてニューヨーク市場では144円90銭ぐらいまで行って相当円安進んだ。はい、あれ、えー、もうちょっとで145円じゃんっていうところまで行ったんですが、はい、まあ行きつ戻りつって感じですね、はい、さあ、ズームそこまで言うかこの後はズームフラッシュで4時台は 安倍元総理大臣の国葬をめぐる閉会中審査の取材にあたっている日本放送の小永井アナウンサーのレポートをお送りいたします。さらに IT ジャーナリストの三上洋さんに昨日発表されました、ね、最新の iPhoneiPhone14、まあ、どれを買えばいいのかといったようなお話を伺いまます台は3年目のののココロナ禍のコンサート事情ににつきまして歌手の山口香織さんに伺います。 日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです 自民党は党所属の全国会議員を対象に世界平和統一家庭連合旧統一協会や関連団体の会合への出席祝電また選挙での応援や献金などについてアンケートを行いました今日の夕方茂木幹事長が結果を公表する予定です frb アメリカ連邦制準備制度理事会のブレイナード副議長は7日 インフレ抑制のために必要な限り金融引き締め政策を維持する方針を示し、物価上昇圧力との戦いが最優先事項であることを改めて確認しました東京地検特捜部はきのう、東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件の関係先として、大会スポンサーだった駐車場サービス、パーク24の本社を家宅捜索し、幹部らの任意聴取を行いました。 パーク二十四は捜査に全面的に協力するとコメントしています日本と韓国の防衛時間級による会談が韓国で行われ2018年の韓国軍による自衛隊機へのレーダー照射問題などの解決に向けて議論を続けることで一致しました日韓防衛時間級会談が行われたのは2016年9月以来およそ6年ぶりです 加藤厚生労働大臣は7日、新型コロナの感染による自宅療養期間中の外出制限を緩和すると発表しました。マスクの着用などを条件に、短時間の食料品の買い出しなどを認めます。政府は9月末に期限を迎えるガソリンの補助金について、上限額を段階的に引き下げながら、12月末まで延長する方向で調整しています。 石油元売り各社への支給上限額を10月は現在の1リットル当たり35円のまま維持しますが11月に30円12月に25円と5円ずつ縮小させていく考えです映画館の運営で世界2位とされるイギリスのシネワールドは7日アメリカ連邦破産法11条の適用を申請したと発表しました 新型コロナの影響や動画配信サービスの成長によって資金繰りが悪化し負債は昨年末の時点でおよそ90億ドル日本円で1兆3000億円に膨らんでいました。シネワールドって全く我々日本人には、 あの縁がないんですけども縁がないっていうか聞いたこともないんですが僕はあのイギリスの映、ね、画、えーまあ、シネコンなどを営業してる大きな組織なんですけど、うん、実はアメリカにですねんですか、はい、だからイギリス世界第二位でイギリスのシネワールドっていう今ニュースの原稿でしたけどもアメリカで500巻以上ですけど500巻ってすごい数ですよ。 で背景に何があるかというと、映画館で映画見ないんですね。はい、で、日本なんかもあの同じ傾向なんだけど、あの全世界の急激な動きに比べると何につけてもいい意味でも悪い意味でも、まあ業界にとっても悪いことはないと思うんですが、日本ってまだあのレコード屋さんというか CD 屋さんありますよね。あ,ありますね。アメリカ CD 屋さんなんかも何年も前から絶滅してないですよ。全然ないんだ。 もう日本はまだあの関西では大手のタワーレコードだったとかねまあ,あの CD 買いに行こうと思ったら店頭で買えるじゃないですかアメリカなんかも絶滅してまあ,あのレコードやレコードも最近結構復活で人気でそうですよねこの間山の家あの掃除した時に全部捨てちゃってですね。 うん、もったいないいななんですけど、まあ、しょうがないですね。えまあそんなこんなで、えー、なんで「シネワールドが」が、えー、アメリカで破産しちゃったかというとまあアメリカなんかものすごい動き早いですから、うん、もう何年も前からレコーデー自体が絶滅してなくなって、うん、映画館も普通みんな映画館に行かなくなっちゃって、うん、お家でネットサービスで映画見る時代なんで新作映画なんかかもそうですからね<ー>だから去年から今年にかけて私ねずっとファンで本当に悲しかったのがですね、はい 「スター・ウォーズ」のシリーズがありますよねスターーーウォズズのシリなんか後に第4作と言われる一番最初「スター・ウォーズ」っていうのは変な作り方して一番最初の「スター・ウォーズ」が後の第4部ですだから456123で一応完結したんだけれどもスピンオフっていう業界用語がありますけれどもその間でまだ描ききれていないようなところがちょっとずつちょっとずついろんな形で今年になってから公開されたやつは。 ディズニープラスっていうディズニー系の、えー、動画配信サービスでないと新作見られないと俺金払って見せてくれるんなら <laughs> もういくらでも払っちゃうよぐらいの。 まあ、一応言ってるだけで本当は払いませんけどね <laughs> あのいくらでも払っちゃうよっていう気持ちなのに、うん、ディズニープラスに入っていないと見られないと、うん、それも大きな私はねとにかくあの大画面で見たいんですよ。迫力も違いますしね,ね、えー、大画面で、はい 千何百円払って私あの最近新余りですから1100円とかで見られる大画面だと1200円なんですけどまあいいや新余りでねなおかつ新余りでまあいいじゃないですかそんなこと見たいんだけども見られないんですよ自宅のテレビで見るしかないそうしたらまたテレビ買い替えなくちゃいけないかなとか大きなテレビが欲しいなとかうちのテレビちっちゃいですからね使わないとそうなんですね というような事情で、えー、だからアメリカ人はみんな多分私みたいで、あの自宅の小さなテレビで映画を見るっていう。ああ、まり抵抗ないんですかね、そのね。大スクリーンですか。うん だからまあその上ここ2年ぐらいコロナですから,だから映画館に行くと足を運ぶと感染リスクが生じますが家庭内で見てるとその感染リスクは家庭内感染だけに限られますからねだからまあ外に行かずに映画館でっていうのでどんどん映画館行く人がいなくなっちゃってまだそれでもね日本は。 よよく踏ん張っってて生き残ってますよ、うん、だけどアメリカなんか変化早いですから、うん、もうまずレコード屋が消滅し CD 屋が消滅しそしてついに、えー、アメリカで500件の映画館を展開している、うんえー、シネワールドが破産しちゃうと、うん、ういうとう、はい、そんな状況に、まあ、世界の今、まあ、そういう状況をもう如実に表してる話ですね。はい、さて、えー、今日後ほどまたこれやることになると思いますけれども今日国会でね、はい えー、国葬の話がニュース原稿いなかったのは4時代にやるからからそうですねそういう統一教会の話がちょっと入ってましたけど、はい、今日統一教会に関しては国会で、えー、質問めいたことを野党の議員がしたら、うん、あのいやここは国葬の話 <laughs> いやいやそれなんかつながってるような気もしなくもないんだけど <laughs> えー、そうなんだって言ってですね、うんえー、質問それはちょっと違うんじゃないのかなんか言われたりなんかしておりますけれども。はい はい、そんなこんなでございます。じゃ、あそのあたり四時台詳しくやります。はい、ズームフラッシュでした。九月八日木曜日、時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。増山さやかでお送りしています。さあ、辛坊さん、メールがね、ほとんどなんかその言葉についてが多いんですけど。恐縮です。企画会議。企画会議ね。なおさん。企画会議とかって言うと。 アナウンサーの採用試験と落ちちゃうんですね、うん、これが、まあ。ちょっとね、はい、注意されますね。えー、無声化する音は音はキクシスチツヒフピプシュと習いましたってこの方どっかで習ってます、ね、<ー>あのそうですね無声化しやすい音というかね。企画会議。うん、はい。企画会議。気にしないでください <laughs> はい一人事です。はいわかりました。えっ、ー、と横浜市のリリカさん。 私が子供の頃、美濁音を正しく発音するための例文として、以下のような文章がラジオで紹介されました。どういうのですか。<laughs> ちょっとね、辛坊さんに読んでもらうように。わかりました。はい、じゃあちょっと今あの、はい、追っ、えー、たての下から紙谷差し入れられました。<laughs> えーっと何ですか、えー。午後には雨も上がって薄曇りとなるでしょう。あ、綺麗。 綺麗<え>な美濁音でした何言うの <laughs> ふ,んふんがふんが言っちゃうよ <laughs> ふんがふんが いいいやでででも微濁音ななんんて学校で習習ませんよねね普通、うん、ね私習った記憶がす,、ねですね、冒頭でもうちょっときちっと紹介しておいたらよかったんですが、ええ、要するに「ガギグゲゴ」というのが普通の濁音で「<う>あのガギグゲゴ」っていうのが「美濁音」っていうやつで、うん、ちょっと鼻にかかって抜ける感じの「ガギグゲゴ」はい、で文頭とか数字の場合は「ガギグゲゴ」なんですが、うん、文中に来た場合の濁音は「美濁音」になるというのが原則になっております。はい基本ね 薄曇りじゃなくて「薄曇り」ぐもり「ぬぬ」になるんですね、うん、ここは。いいだろどうでもそんなこと、うん、と私は思うわけでありますが <laughs> そうでもね「はい、が」じゃない「が」だとかねいろいろいあやっぱりマセモさん、ね、曲に入って言われました、うんそうそう そうですね,私ね、まあ、関東の人はね、うん、要するに関東の普通の日本語が標準語として採用されてますからす、ね、だから関東の人は美諾音に,に関してもそ,<う>それから例の企画会議の「うんえー、母音の無声化というやつ「母音の無声化というのは母音は母の音のない音の「化ける」と書いて「母音の無声化ですけども。うんはい これも関東標準語が要するに日本語標準語のベースになってますから,まだから関東の人はみんな普通に喋ってるんですが、ね、地方は、うん、普通に喋ってる日本語が方言だとか、うん、標準語じゃないとか言われて大迷惑だよ本当に <laughs> と思ってらっしゃる方も私も基本あのベース埼玉ですから埼玉にお住まいでご両親が関西だっに入ってだから。 私ね、うん、あの関西弁と標準語に関しては。 バイリンガルに近いです。完全なバイリンガルではないですけど、バイリンガルにまあ近いです。できることなら英語と日本語で会ってほしかったと。かっこいいですよね、それね。関西弁と標準語のバイリンガルでも何のとこもないですからね、こんなもん。私ね、これなんか辛坊さんに来てて、関西出身リスナーのおばちゃんより参加いただいてるんですが、標準語は必ず一音目と二音目の音の高さが違いますが、まあ違うことが多いのかもしれないですね。関西弁では同じ高 高さの言葉がたくさんあります例えば風船ラムネ改札これ関西弁だと風船風,風船風船って風船ですか<船>あの膨らまして空飛ぶやつですか、うん、風船は風船だと思いますよ、うん、ラムネラムネラムネもラムネですね改札は改札も改札も改札,改札え？改札本当改札 改札?。改札?。改札?。ほんまかいな。<laughs> ほんまかいな、そうかいな。<laughs> はい、失礼しました。猫に、まあね、規則があるんですね、はい、日本語は。大体この番組、関西で聞いてらっしゃるということを前提に喋ってませんからね、うん。まあ、もう、だって、ほら、海外でも聞かれてる方いるぐらいですから。あ<ー>ねあ、偉い時代になりましたね、本当に。当にはい。 はい頑張ってお送りしていますよラジオの前のあなたからのご意見ね <laughs> まだまだこちらまで <laughs> ZOMZoom o at Mark 1242.com ツイッターはハッシュタグ新宝二郎ズームでつぶやいてください今日のズボンミュージックリクエストのお題は山口と聞いて聞きたい曲ですこれゲストにねこ時ら山口香織さんいらっしゃるということで山口と聞いて聞きたい曲お待ちしております さあこの後は安倍元総理大臣の国葬をめぐる閉会中審査の取材日本放送小永アナウンサーのレポートです辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです安倍元総理大臣の国葬をめぐる閉会中審査野党は予算の妥当性を追求 安倍元総理大臣の国葬に関する閉会中審査が岸田総理大臣が出席して今日午後から開かれています衆議院では午後1時から参議院では午後3時からいずれもおよそ1時間半の日程で行われています焦点は国葬の費用の総額が16億6千万円の妥当性ですまた国葬をめぐってはアメリカのハリス副大統領の出席が発表されました さあでは今国会で取材中の日本放送の小永井和穂アナウンサー呼んでください小永井さんよろしくお願いしますはい辛坊さん増山さんよろしくお願いします今どちらですか今はですね国会議事堂の3階にありますラジオ各局が集まる部屋の後ろの廊下で座っておりますあそんなに声を潜めなきゃいけないような状況なんですか 声がちょっと響いちゃったの。あの、そうですね。廊下の中なので、ちょっと反響がありまして、えーえー、吹き抜けに私の声が反響しちゃってるのかなっていう感じですね。もうちょっと大きい声でやりましょうよ。よわ <laughs> かりました。じゃあ、これぐらいの大きな声でやろうと思います。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> お願いします。<laughs> はい。えーえー、さて、小永井さん。はい。あのー、今回の閉会中審査に総理大臣ってもともと出る予定だったんでしたっけ、これ。もともと。 こ構、野党が総理の出席を要求していて、この閉会中審査が行われるかどうかというのが、まだこう確定していなかったんですが、それが決まったのが昨日だったんですね、昨日ですか正式に決まったのが、はい、で開催が正式に昨日う決まって、各会派の質問の配分時間がまとまったのが、本当、昨日だったあ<ー>で。昨日議員運営委員会の のまあ、あの筆頭の方々から総理と官房長官が出席して、野党の質問時間が何分ずつですよというものがこう昨日発表されて、で今日開催と、かなりこう急転直下だったわけですよね実際にあの聞かれてて、どんな印象でした そうですね。まあ,あの、岸田総理の答弁を整理します。と、えー、まずなぜ国葬なのか、総理4つ挙げられました。はい、で、1つ目が8年8ヶ月という牽政史上最長にわたって総理を務めたこと、はい、2> で2つ目がまあ。 経済の再生や外交面など多くの実績を示したこと、えー、3つ目が選挙期間中の非合の死であったことで4つ目、私が一番これ岸田総理が力強く話しているなと感じたんですが諸外国から国全体を巻き込んでの敬意や弔意が示されたとつまりま世界各国が国を挙げて弔意を示しているんだからこれを日本としてどういった形で受け止めるのかと。 そう考えたときに国の行事として行うことが適切だとここにこうまあ岸田総理はかなりまあちょっと語気を強めると言いますか日頃、淡々と答弁しているね姿が目立つんですけども力を入れていたように感じましたね,、えーそ,ねはい、その答弁を受けて野党の受け止め方みたいなものはどううででしたそうですねあの野党からまあ立憲民主党、泉代表が自ら質問に立ったんですけれども、えー、例えばあの佐藤栄作元総理は 当時、歴代最長であったし、はい、ノーベル平和賞も受賞しているのに国葬ではなかったなぜ安倍元総理は国葬なのかという質問がありまして、ええ、で岸田総理は、まあ、一つの行為についてどう評価するかはその時の国内情勢、国際情勢によって評価変わると。 同じことをやったとしても昔と今の国際情勢に基づいて判断しなければいけないとでその判断はその都度政府が判断するのがあるべき姿だと話していたんですが、まあ、これに対して泉代表は、まあ、あの選考基準がない状況ではないかと法的に。 でそんな中で自分たちの観点だけで国葬を決めたということはこれは認められないとそのあたりは強くあの追ししていましたねなるほど野党の足並みというのはどうなんですか野党の足並みはあの立憲民主党や共産党にはもうこの国葬に対して反対の意思を示している中で、まあ、今日の質疑の中でも維新の会そして国民民主党はあの、まあ、国葬に対してはこう賛成だと。うん そこのあたり野党でもこう賛否が分かれているという状況ですよねなるほど、えー。という状況の中で国葬自体はどうなりそうだというようなところまではまだ分からないですかね。そうでですね国葬自体は今日の中でも まあ立憲民主党の方から内閣総理に変えた方がいいのではないかという指摘があったもののえ岸田総理はまあ国葬を行うとまあいい特に国民に対してから変えられないでしょうねそれはね、えー、これをこう丁寧に説明していきたいと話していましたね、うん、で一つあの立憲民主党の,その泉代表が出席するかどうかということについて終わった後<お>会見があったんですけれどもそれに関しては これからの状況や姿勢を見て最終的に我々としても判断したいとこれからの状況ってと姿勢,って姿勢って誰の姿勢ですかねあまさに今、辛坊さんがおっしゃったことをこう結構記者が何度もこれからどこを見ていくんですかと、うん、っていう、ね、問いがあったんですが今回のこの質疑を受けて政府がどのような再検討を行うのかさらにどのような情報公開を行うのかそこをしっかり見ていきたいと。 まあ少なくとも今の状況から変化は必要だと思いますと言ったもののじゃあ一体何を基準に出血を判断するのかというのは明言しなかったんですねうんなるほどねわかりました、えー、ご苦労様ですはい、はい、ありがとうございましたはいありい続けてください日本放送小永井和穂アナウンサーでした そして、今日はもう一方、このコーナー、ゲストがいらっしゃるんですよね。いね続いて、解説するニュース、こちらです。iphone 十四シリーズ、販売日決定。日本時間今日午前二時から、iphone 十四の新作発表会が行われ。iphone 十四シリーズのうち、iphone 十四と、iphone 十四プロ、そして iphone 十四プロマックスは。 9月16日、来週の金曜日、そして iPhone14 Plus は10月7日に発売されます。標準の iPhone14 の価格は日本では119,800円からと、現行モデル13の発売当初の価格から21,000円値上げしました。さあここで専門家とお電話がつながっています。IT ジャーナリストの三上洋さんです。 三上さんよろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。あら今日は電話ですか。はいすみません電話で失礼します。なんか噂によると直近まで他の番組出てたらしいじゃないですか。いやそんなことないですよ。いやいやそん<の>なことないです。<laughs> なんかそうどうしてそういった軽く嘘つくんですか。<laughs> いやいやあのごめんアイフォンの時だけ私忙しくなっちゃう。<laughs> <笑><笑> <laughs> いやいや三上さん、はい、あの注目の値段なんですけども、はい、あの直近で iPhone13 値上げしたのが私は値上げした時にですねこれ iPhone14 で必ず値上げするから、はい、iPhone14 で値上げした値上げしたって騒がれないための、はい、まあ湯や あのこのタイミングでる値上げはそんなもんだろうとそう言ってたらですね、はい、今日あたりネットメディア見てたらあの見事にそれにハマって一部の機種値下げって <laughs> 書いてたところもあって、はい、まあまあいやいろんな意味で想定内だなって感じなんですが三上さんどう受け止めました、はいあの この価格改定で円安であ、iPhone が値上げする前に買った辛坊二郎さんに、これまた自慢されるんだろうなと思いながら、でもですねあの、えー、今回の価格、例えばですね、はい、iPhone14 の一番安いモデルは799ドルなんですよ。これ前、えーと あの iPhone13 もう一つ前のモデルの一番安いモデルも799ドルです。あ、ドル的ベースでは一緒だっつことですね。そうなんです。実は全モデルそうでございまして、iPhone。 iPhone14、iPhone14Pro、iPhone14ProMax iPhone、この3つのモデルについては、全部ラインナップとドル建ての価格、一緒なんですなるほど、つまり日本で上がってるのは、円安の分だけ上がってるってことですねそうです、7月にまず価格改定をしました、うん、さらに今回も価格改定、事実上行われてまして、プラスおおむね高いところで5000円ぐらい上がってます。で 円、えーえー、ドルベースで計算すると、150円を想定して価格がついてる,あなるほどねアップルさんは、さらに円安がさらに続くと見てるてのえう、ー、逆に言うと、1ドル150円ぐらいまでの円安なら、それで iPhone14 の価格改定をもう一っぺやるということはないということですすねおっしゃる通りだと思います、はい、うんさて、性能的にはどうですか。 はい、まずこのプロ、いい方のプロっていうものでは、ですねまずカメラが、まあ、画素数が4倍になりました、で今までは1200万画素というカメラの目の部分の画素数でしたが、これが4倍の4800万画素になりましたなんか、ものすごい増えましたねそうですね、えー、とでまず、まあ、とても精細になりますということと、あとはね、明るくなったり。 暗いところで色が際立って出たりするんですね。<ー>で今までの4倍なので4個の画素数4個の目で一、えー、つの像を撮ってきて明るいものを選ぶとか色を判断するとかっていうことを計算して出してくれるのでめっちゃ綺麗になるそうです。ちょっと三上さん、はい、素朴に伺いますが、はい、iPhone14 Pro Max っていう名前になってるじゃないですかはい、はい、これは素人は買っちゃいけないんですかいやあのー えと私、iPhone 買うときはなるべく一番いいモデル買った方がいいと思ってます、はい、iPhone よりも、じゃア iPhonePro の方がおすすめですかそうですね、素人でも、はいはい、素人でも素人でもです。とい、えー、う、ね、ってのはあの、iPhone の通常の14と 14Pro では、プロの方が画素数とか機能とか中の計算するチップも最新のものなんですね。 でそれを買っておけば、もう1年長く使えるんですよ、まあ、ですので、うん、高いものを買っておいて長く使うという方が、iPhone の方がいい,いや、でも今回の値段見たら、やっぱり ProMax って、一番安いやつでもいくらですか、14万9800円が小さい方で、大きい方のが一番安いものでも16万4800円、うん、そして一番高いものが23万9800円です。<laughs> 携帯電話の分際で二十万ってどうなんですか <laughs> もうね、ノートパソコンだってすごくいいもの書いてるんですよ、今ですよねはい <laughs> でも おお同じく今日ねギャラクシーの最新モデル出ましたえ今日ギャラクシー出てるんですか、えー、そうですねギャラクシーの高級モデルは軒並み二十万円台オーバーですからギャラクシーってどこの製品でしたっけサムスンです韓国でしたっけサムスン韓国ですあ今日あれですか要するにアイフォンの十四が出る日にわざとぶつけてきてるわけですかどっちが先なんですかね<あ>発表えっと ギャラクシーの方が先ですギャラサムスンの方が先で、えーとまあ、偶然、日本での発売日と。偶然のはずないっしょ、そんなもん。ああ、いやいやあの、世界的な発表はもうすでに行われていて、ええ、日本でのプレスリリースが出たのが今日という形なので、はあ、まあどっちかっていうと、ギャラクシー、サムスンの出したプレス、日本でのプレスリリースと世界的なアップルの発表日が、このと偶然ぶつかった感じですね。どうなんですかあの私全く

大きい折り畳みから、縦長でパシャッと閉まる昔の携帯電話みたい、カラケーみたいなやつから、いろんなタイプがあって、<え>まあ一番高いものは本当に20万円台後半になるん,そんなにすするんですか <laughs> そうです。 ギャラクシーの方が総合メーカーなのでの、ね、本当に安いモデルから超高級まで全部いやあのね私、そのいわゆる Android っていわゆる OS オペレーションシステムがですね、はい、iPhone のやつは iOS じゃないですか、はい、Android っていうのはななんかなんとなく私のイメージでいうと汎用品というイメージでですね、はい、これ、Android だとなんかあのややこしいサイト見たときになんかウイルスに汚染されて携帯壊れちゃうんじゃないのみたいなイメージがあるんですけどどうなんですか。はい それはあの現実としてあります、アンドロイドはよく言えば自由です、何でもできるので、ええまあ、例えば、まあえー、と不正アプリといって、情報を盗み取るようなアプリを、まあ、入れちゃうことも可能なんですね。ところが アップルは不自由な世界で、iPhone、えええー、では、ですねアップルが決めたアプリストア、アップストアというところしかダウンロードできない、ええ、なので、不正アプリが入りにくいという点、なので、安全性から言ったら、iPhone の方がそれは高いと思います。<あ>やっぱりその認識は間違ってないわけですね。間違ってないですね。はい、うんさあ、あのー、どうしましょう、買いますか、14。すごい迷ってるんですよ。はあ 私個人、ジャーナリストの見栄としては、買っといた方がいいんですよ。ええ、ねそ,ね、そりゃそうです、だって IT ジャーナリストだから、やっぱり全部最新機種、うん、ああ、さすがですねってなりますよね、うん、でもですね、子供が一人、高校生がいて、ですね、うん、それがもう買い替えなきゃいけないんで、2>, うん、2台分買うんですよね。でうん、そうなるとプロのい,い方で を二台買っちゃうとですねもうですね四十万円弱ちょっと前なら車買えますねそれうそうです四五じろさんのラジオ千回ぐらい出ないと稼げないって言いす <laughs> そこ基準ですか <laughs> それは大変ですねそれ,それは大変ですね <laughs> それじゃあ毎日来て二二三年出続けるというね。<laughs> う<ん>いやでもあのえー、っとですねただ 買うんだったら先ほどいい方を買っていただいて3年ぐらい使う、それで、えー、となるべく買いたいと思ってる人は今買ってほしいですね、今<ー>買って来年、再来年って新しいモデルが出た瞬間、同じ時期に来てますので、その時に買い替えようかどうかっていうことを判断できるあの、ね、正直、私、今回の発表文をずっと読んでて。 あの今までの機種に比べてまあカメラの性能であるとかチップの性能であるとかあ,のまあ,あんまり見えないところで性能はちょっとずつ着実には上がってるんだろうけどなんか劇的な変化みたいなものがな,んかないような気がしてですね今後なんかそういうまあ誰も予想つかないことは誰も予想つかないんでしょうけどなんかもっと大きなあのジャンプというか決定的に違うものって出る可能性ってないんですかね もう残念ななながらいいのかなと思いますやっぱ成熟商品にスマホなっちゃいましたので、ああえーと思うようなものがないとは思いますなんかあの、絞るとジュースが出てくるとか、そういうのないんですかね、はい、今回、でもそれに近いものでいうと、衛星、人工衛星での SOS が出せるっていうのは、ちょっっとびっくりなんですよそ,れそれ見ましたけども、それ見ました。 まあ、あの不幸な日本でも不幸な海洋事故なんかありますけれども、うん、携帯電話の電波が届かないところでも衛星経由で基本 SOS みたいなものを発信できるしそういうものが内蔵されるっていうのはすっげえなと思ったんだけどよく発表文読んでみたら日本では適用してないって書いてあってですね。そそううでででですどういうことですどとかかそれあのアメリカとカナダで11月からだあの人工衛星での 日本での免許が必要っていうのもありますし、えー、日本の法律で110番、119番って、まあ、呼び返しって言って、コールバックできなきゃいけないとか、法律的な縛りもあるんで、すね、はあ、なんで、残念ながら、法律、免許、日本の緊急通報制度っていうのを含めると、なんか数ヶ月でできる話じゃなさずです、ね、あ技術的な問題じゃなくて、法律制度の問題なんですね。そう いや、だってね、はいあの、電波の通じない山岳遭難なんかの時に、そういうの持ってると、決定的に強いじゃないですか、本当、はい、そうだと思います使えるようにしたらいいのにね、何なんですかね、いや、でも日本の場合、特にですね119番がそうなんですけれども、119番した時にえっ、ー、に、センター側が、えー、と切れちゃってもどこだっていうことを折り返しかけられるような仕組みにしないと。 残念ながら、今、日本の法律はだめなん,です、ね、うんなんか親切なようでいて、不自由ですね、そ,れそうです、あと電話、今、電話でしか緊急通報できません、はあ、でも今回の iPhone の衛星の緊急 SOS は、テキストメッセージなんですよ、なるほどだこのテキストメッセージに来たものをどうやって警察、消防に伝えるんだっていうのもありますね。いや 実はね私あの海の世界で同じような緊急時の通報システムみたいなものが全世界的には普及しているものがあってだけど日本国内ではそれは電波法その他の関係で売れないっていうのがね結構あるんですけどあ,あるですね携帯の世界でもやっぱそれが出てきたかっていうのが正直なとこです、ね、そうですすねねそう特に、まあ、実は、えっと、iPhone ギャラクシー、どっちもそうなんですけど、最新のサービスはやはり英語圏から始まって、アメリカやヨーロッパの法律のもとに、いろんな新サービスをやる。でも日本は 見対応ですっていうのがいっぱい出てきてです、ね、んなんか、IT 後進国にな,なっちゃってきたんだな、日本っていう感じいそうなんですよ、だからね、やっぱり長年その、ある意味ではねあの、それは日本で緊急通報したときに向こうから折り返しかけてくれるとか、親切っちゃ親切なんだけども、そういうのが壁になって、日本の発展、妨げてるってこと、本当に目立ってきてますよ、最近。 本当おっしゃる通りだと思います技術的に、ね、どんどん進歩したのでそれができたら日本もできたらいいですね。完了機構がついていってないんですね、今度はあの三上さん、一番最新の、あの一番いい iPhone14 を持って、ぜひスタジオにいらしてください、あのー、iPhone の最新機種をこのスタジオに持ってきてくださったら三上さん。 その日の出演料はね2%アップにしましょうそんな感じにですげえ今喜びそうなんです <laughs> 2%アップ 2%, 2分は私が自腹切って払いますから <laughs> かということですのでのかスタジオに行った時のジュースを奢ってくれるって感じですか <laughs> えまあそういうことでありがとうございました <laughs> ありがとうございました <laughs> IT ジャーナリストの三上洋さんでした辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン 今日最後に特集する話題はこちらです。三年目を迎えたコロナ禍でのアーティスト事情ライブ・エンターテインメントの市場を調査しているピア総研によりますと、コロナ禍前の2019年のチケットの売り上げの市場規模は6295億円でした。コロナ一年目の2020年は、 8割も減少しましまたそして3年目の今年はコロナ禍前の8割程度まで回復し来年2023年にはコロナ禍前の規模まで戻ると見込まれています。

いや石川さんとはですね、えー、ちょっといい <laughs> です、ね <laughs> えー、本当にあの山口薫という名前になってすぐ出会った方なので、えー、山口薫にな,なられたのはいつ頃なんですか <laughs> えともう約17年とか18年ああまだでも逆に言うと1617年ですか名付け親がなんか手元の資料によると、はい、長島茂雄さんそうなんです。すごい はい、あのこの芸能界で頑張りなさいということでえどういういだったんですかあのたまたま今まで本名で、ええ、あの歌手活動をしていたんですけれども本名,本名は青木かおりってもうのを本当に普通にはい,いや青木かおりも山口かおりもそんなに変わんないと思いますけどね<笑><笑>はいあのまあ 堅苦しい感じで、はい、できてたんですけども、はい、香り感じだったんだ。そうなんです。それで、まあ長嶋さんと一緒に何度かお食事するようになりまして、で慣れてきて、で私芸名じゃないので、芸名が欲しいんですよねっていうのがきっかけで、うん、そうですね。あなたはやっぱり山口香るがいいでしょうみたいな感じで、似てないです。似てないです。もう一言ね、似てないです。似てなかったです。 え、ああで山え長島茂雄さんの名付け親で、すごいっすね。そこでもうちょっと新規点。まちょっと今ね心配ですけどね長島さんそうそうなんですね。今ちょっとねはい。そうですね心配なん体調崩されてるというニュースがありましたけど、まあそれにしても山口佳久さんえっと東京都葛飾区柴又生まれはいえ体色点に上位を使い。そうですチャキチャキの。ああ 江戸っ子江戸っ子でございます。あのトさんのねトさんの映画のトさんの故郷なんかトさんの銅像とかあるらしいですね。あ、そうですね。昔はなかったダンゴ屋とかあるんですか？ダン屋じゃなくてなんだっけ？えっとねあの草ダンゴ。あ、草ダンゴ。はい。それもあの映画に出てくるそのままのはい。はい。銅像もあったり、あとはトさん記念館などもあったり。松岡修造すごいですね。でテレビ東京スターは君だで ヤング歌謡大賞グランドチャンピオン大会優勝歌謡曲歌謡賞あれですか、はい、子どもの時から歌うまくて要するに「のど自慢がらし」みたいなことやってたわけですかうん本人としては人前に出るのがすごい恥ずかしくて、ええはい、もう嫌だったんですよ。ええ、それがたまたま両親がそのお店を始めることになって、ええ、<こ>何のお店ですか、あのー、趣味ののカラオケをそそれでその 大会があるから娘に出なさいみたいな感じでで可愛いドレスも買ってくれるしなんかいろいろねあの買ってあげるからっていうので子供ながらにあ分かったっていう感じでそしたら結構あちこちで優勝しちゃったりなんかしてそうなんです一番最初に出たカラオケ大会でトップバッターで歌ってで優勝してベストドレッサー賞もいただいて それ,それいくつの時ですか。それが十四歳の時です。あひそ、そんそんな五歳六歳とかじゃないんですね。あ、もうその時はもう本当にだからもう人前で歌うのが恥ずかしいぐらいの年だったので、三歳からは歌ってました。<ー>となるとそっからテレビでなんかグランドチャンピオンまでは早いですね。<laughs> そうですね。一回人前で歌うのを覚えてしまったら、そこからなんか。 こう出ると親は褒めてくれるし「よくやったよくやった」っ,たって言ってくれるので物、えー、はいただけるし、はい、それからあなんか歌うとなんか私いいか歌うまいかもしんないって思ったのいつ頃でしたえっとそのやっぱり一番最初の,あのステージで歌った時ですかね。はあ うまいじゃんみたいな。<laughs> なんかちょっと、や、うまいじゃん、これち。ちょっと嫌だなって言いう。その時、何の曲だったんですか。その時は、えっと、永山陽子さんが演歌になる前の。英語の。歌。はい。は最初から演歌じゃないんだ。もともと演歌はあんまり。親は演歌好きだったので、三歳の頃は津軽海峡冬景色とか。そういうのを父が教えてはくれるんですけど。でも、だんだん、その年頃になってくると、やっぱり、その流行りの。 歌とかアイドル系とか、はい、そっち系の歌やっぱり兄二人いるのでそういう影響もあって、ええええ、はいやっぱりそういう今の歌がいいっていう感じで、ええ、はいそれでだけどテレビでグランドチャンピオンにななりますよねはいその後どういう風にしてこうプロデビューにしていくんですかその後にやっぱりこのまま では嫌だなと思ってあのやっぱりプロになりたいなっていうので自分でオーディションを受けるんですよはい。その当時はあの宮古はるみさんがあの演歌歌手を育てたいっていうオーディションがあったんですよ私は引退して普通のおもさんになりませんがその時に募集してるのがあってで私受けたんですけれども一応東京大会まで選ばれて そしたらあの今回の趣旨は演歌歌手の方をあの育てるっていうのがメインなので山口さんじゃないですねあの時青木さんなんですけどあのごめんなさいっていう感じでその時は落ちてしまったんですけどその後電話かかってきてあのうちの事務所でちょっとあのレッスンしてみませんかっていうのがきっかけで5年間お着身をしたりして。 その間に演歌じゃないところのアイドル歌手になろうとか最近ルッキズムなんでね、うん、綺麗とか可愛いいとかって言うと怒られちゃうんであえて言いませんけれども、うん、でもアイドルで、うん、まあ通用したでしょ。うんうん でももうその時にはもうすでにアイドル系の歌を歌いたかったんですけども、ええ、先行きを考えたら、ええ、あの歌を教えてくれる先生が、はい、あのもうそういう歌じゃなくて歌謡曲とか演歌とか、ええ、そっちの勉強をしなさいって言われたんですよそっちの方が生き長く仕事ができるかなってことそ,<う> <laughs> そのその通りです <laughs> <ー>そう教えられて、ええ、ああそういうもんなんだなっていう感じで、ええええ、はいあの無料でレッスン料もいただかずに、はあ はい5年間あそれでもう演歌の道で,で、ね、じゃあ生きていくとはいうどうなんすか演歌の業界って全然わかんないんですけど、うん、どうなのか最近そもそもテレビの歌謡番組とかないしそうですね歌番組まずないですし、えー、で私がその当時デビューした時はあのもう演歌イコール着物 だったんですよ、はい、それが私歌謡曲系だったのでどンカ苦手だったのでドレスを着て歌ってたんですけどやっぱり受け入れられらなかったですね、はいはい、もうやっぱり「あなたは演歌歌手じゃないでしょ」みたいな歌謡曲系の人よりも着物着てる歌手の人を求めてますっていうのが多くて、はい、でちょっとこう時間が はい。で、ええー、この三年二年ぐらい、まあ、あの、コロナになっちゃったわけですが。はい。ど、どうなんですか、あの、<え>その営業状況ちゅうか。なんか、やっぱり、結構大変なんですか。もう、本当にもう、この三年近くは、あの、決まってたイベントごと。とか、キャンペーンとかは、ものの見事に。ええー。なんて言うんでしょう、延期という名のキャンセル。はあはあ、はい。もう。 ほとんどできないです。ねなので、私ももういつもサンデー毎日なんて言ってますけど。サンデー毎日。毎日サンデー。いや、だけどね。そう、するとね、山口薫さん、まあ、いや、最前線で歌う立場じゃないですか。そうするその裏方さん、例えばね、あの演歌歌手の方、地方行って歌うとなると。周りの人もいっぱい、こう、ぞろぞろ、いろんな方の役割の方いますよね。そういう人たち、この三年、どうしてんですか。 そういう方たちは、あのー、まあ、あわい、いわゆる。マネージャーさんとか、ええ、そういう方たちは、やっぱり、あの、自分たちの。あの、お仕事とかしたり、しつつ。それで、ご飯食べられるんですかね。か私より、全然食べていけると思います。はあ、そうですか。はい、私の方が、逆に、やっぱり、仕事しないと、収入ならないっていう感じで。はい、あとのみんなは、なんか、安定して、逆に、それで、なんか。 なるほど、ねはい、12月にはあれですよねディナーショーがいよいよできるかもしれないっていう感じなんですよね。はい、そううですねもう毎年恒例で、うん、あの浅草ビューホテルで開催しているんですけれども昨年は初めてそのできるかどうかなっていうのでクラウドファンディングっていうのも。 初めて見まして、えーはい、でもおかげさまであの結構人数集まっていただきまして、えーえー、昨年は約300名近い皆様に、うん、やっぱりあれですね、はい、演歌の方って固定ファンみたいなものが非常に強,強固堅固なファン層みたいのがいるんでしょう、はい、そうですねやっぱりカオルちゃんの歌が聞きたいからもうディナーショー絶対行くから今年もやってねっておっしゃってくださる方がいる限りやっぱり ディナーショーが開催していきたいなって思ってます。ということでせっかく来ていただいたんで、はい、やっぱり一曲歌っていただかないと。う最新曲をねお聞きしたいと思うんですけれども、はい、この夜は眠れなくて、はい、どういう曲ですか。この歌はですね、はい、あの本当に前作ガラスのバラという歌に続くちょっと切ない女性の思いを歌わせていただいているんですけれども、なぜかこう関西弁で。 歌わせてなそうなんですよだから、えー、皆さん「関西の人ですか?」ってよく言われるんですけれども、はい、一生懸命関西弁にトライしながらですね。 はい、じゃ、これ辛坊さんにじっくり聞いていただく。あ、そうです。じ,じっくり聞いていただきたい曲です。あ、那市長、曲紹介お願いします。曲紹介、やっぱりご本人から。らじゃ、お願いします。はい、ええー、今、山口薫が頑張っております。ええー、夜は眠れなくて、お聴きください。はい、では、曲を聴いてお別れになります。今日のゲスト、山口薫さんでした。どうもありがとうございました。